皆様こんにちは。ストリートファイター6の実況プレイ動画を始めます。頑張っていきましょう。プレス A2 ボタンでございますけれどもですね、今ちょっとこの PC 周りのレイアウト変えてる最中でして、変え切った後はすごくいい状況になると思うんですけれども、今マジでやばいです。今モニターと自分の距離がもうね、鼻がつくんじゃない、いや言い過ぎですけど、まあでもかなり近い状況でやってるんで、むちゃくちゃやりづらいですよね。まあ皆さんもそのゲームの、やってる環境をどう整えるかっていうのは永遠のテーマだというふうに思うんですけれども、基本的にはですよ、そのゲームの画面が全て視界に入る距離っていうのが多分ベストだと思うんですよね。だから離れすぎていると細かい挙動が見えないけども、近すぎると首を横に振らないと画面全体が見えないっていう状況になりますから、まあ、なかなかねそこら辺の調整が難しい。しかしそれをきっちりやりきった時の気持ちよさっていうのもまた格別かなというところではあるんですけれども、さあ今回ですね、また苦手キャラを鍛え直そうの回をやってこうかなというふうに思うわけなんですが、まあ、ザンゲフですかね。ザンゲフはそれなりに LP を稼いではいますので、マスターが見えているといえば見えているんですけれども、こっから先がなかなか厳しそう。というのもですよ、自分の性格的に、まあ、スト6って攻めのゲームじゃないですか。だからじゃあガンガン攻めていいんなら攻めさせていただきますよっていうところなんですけども、ザンギってまあ守るのが強いかっつったら全然強くないんですが、攻めるのも強いのかっつったら強くないんですよ。だからそこを無理やりこじ開けようとすると、まあ勝てないわけですよね。まあ、特に飛び道具持ちに対していちいちこの飛びを通そうとしたりしてしまうと対空で落とされてしまう。で対空で落とされて、その対空技のダメージを食らうだけならいいんですけども、落とされてダウンして、そこにまたドライブラッシュからの攻めを食らってしまうということで、嫌な流れがスタートしてしまうわけですよね。まあ、ですからそういうところをしっかりやるためにはですよ、ちゃんとこのパリーなんかをしつつじりじりと近づいていく必要がある。もしくは体力リードしているんだったら攻めなくていいんですよね。こっちからドライブゲージを回復しながら、オラオラ来いよっていうことができるわけですよ。ただそれができないんですね。自分は体力リードしていてドライブゲージもたっぷりあるにもかかわらず、こじ開けようとして負けてしまうってことがあるわけですよね。もちろん勝つこともありますよ。でもいらない負けっていうのをしてしまうこのザンゲーフですから、今回のテーマとしてはですよ、5000ランクマッチをやって勝つだけじゃない、ちゃんと待ったりとか受けの体勢を取りながら勝つっていうね、まあ、できるコンボはほとんどありませんから、まあもうねじっくりと読み合いで対空もしっかり打つ、インパクト返しもする、ちゃんとコンボもして、いろいろと進化した姿でザンギーフをやっていきたいと思うんですけども、対戦相手の方全然入ってきませんね。これはザンギーフだからなんでしょうか、この暑苦しい見た目がもしかしたら届いているのかもしれませんよね。それは結局あれこうか、ストンピングって結局使う技なんですかね。なんかザンギだけですよ、ダウンしたらストンピングで追い打ちができるみたいな、まあ、特定のところからだけですけどもね、ちょろっとだけのダメージが入るみたいな仕様にしても面白かったかもしれませんよね。あのヴァンパイアシリーズとかそういう格闘ゲームではダウンしてる相手に追い打ちをできるんですよね。あれは多分バーチャファイターっていうゲームが追い打ちシステムがあって、まあ、それを 2D 格闘ゲームに利用していこうっていう流れだと思います。どっちかちょっと分かりません、どっちが先かはね。さあ無理せず、でも体育はしっかりしなくちゃいけませんよね。いいですよ、中足は防げます。対空しっかり、あっでもね、やろうとしてることはそれっぽい。いやーこのじりじり感、あっそれっぽい。でもねグラップバレちゃうとまずいですよね。あ、間違えた。が、やろうとしてることはいいよ。
泥仕合すぎる。ああまずい。終わったか。なるほどね。スクリューファイルドライバー一度も使っていませんし、やっぱり受けの姿勢でいすぎたためになんか倒しきれそうなところ倒しきれませんでしたね。やっぱズーズースクリューとかも適度にはなくちゃいけませんよね。いいよ。あそこ落とさないとな。ドライブゲージもあるし、いてよ、アップねー。よかった。ザンギーフは珍しくしゃがみ弱キックが4フレ技なんですよね。ほとんどのキャラは弱パンチとかなんですけども、下段4フレってかなり珍しいと思いますよね。それは強みでもあり、しかしキャンセルかからないという弱みでもあると。まずい、出れない。終わった。てめでば、この体力差、まあ、2回転当てるのは確実に、そしてそれ以外の部分でもダメージを与える必要が。こうですね。そうですね、1回スカジゲダンを入れたことによって、まあ、ダメージ的にも良かったですし、相手がちょっとこううっとこうね、ガードの意識が生まれましたんで、そこにちょっと遅らせ置き攻めジャンプ攻撃、しかもめくり気味に飛んだことによって、まあ、ちょっとねガードしづらい、対空しづらい、どうしようっていうところにスカッシュ投げ悪くなかったんじゃないでしょうか。まあただね、勝っただけなんですよね。ちゃんとこういうコンボも入れなくちゃいけませんよね。スカシゲダンから伸ばすコンボ、まあ、減らないんですが、まあ、これによってちょっとね距離が離れてくれたりとか、あとやっぱできる残技感って大事だと思うんです。わかります、これなんか、まあドサクサスクリューとかドライブラッシュ前入れ強キック、もしくはドライブラッシュしゃがみ強キックとかだけで戦っている残技っていうのは、まあなんかあそういう大味な感じで勝ってきたんだなって相手の方にちょっと読み合いをさせやすくしちゃうところがあると思うんですよね、まあ、そこをなんかちょっとこう難しいコンボやってる、あこれは残技でのし上がろうとしている人だみたいなね風に思わせることができると思うわけですからの、こんなのどうかな、無理か、いいコンボ、おお出し切り、ちゃんと上見てますよ。中段これは来ますよね、無理でした。このコンボかなり減りますからね。下段、うん、やりますね。まだ打ってこないと思いましたよね。あーこれね、さっきの呪術界の方に投げ抜け癖をつけられちゃってるんですよ。これはねかなり良くなかったですね。ただじっくり、あなた向こうが有利ですからね。ちょっと出し切っちゃったのはミスでしょう。からのそっちか、ラッキー。なるほど、インパクトなんですね。これね、勝ち切るしかなかった。いや、危なかったですね。残り体力少なかったから、しゃがみ弱、しゃがみ弱、しゃがみ弱、しゃがみ中みたいなことでフィニッシュになりましたけども、勝ち切ってなかったらワンアウトもしちゃいましたしね。いや、これマジで良くないな。突破してくる。確定ですね。スライディングが深めだと。あ、ねえ、投げ抜き入れてる。
ラッキー、ジャーマンスープレックス、女の子にね。よかった、コンボ伸ばせました。どうでしょうか、一応イメージ通りに戦えてはいますけども、ただやっぱりその細かいところですよね。特にレベル2があるときはこういう選択肢とかも入れていかなくちゃいけないと思うんで、こうからのこうダーンからのこうとか、これだ、前入れ中キック、あー本気を生むと来ましたね。でもザンギエフのリストバンドってあれどうなってるんですかね、金属なのかな。だとしたらこの部分で殴りかかれば金属っぽいですよ、布っぽくはない。あーワンピースビー間違えた、あぶねー、まずい、まずい、本家っぽい、うっ、よかった、いろいろあったが白ゲージ回収はでかい。ヒゲダンだったか、正解はこうですね、こうしてこうしてこうこれは確定。ダブルラリアットは実は攻撃判定が残ってるんで、立ちガード1回した後また攻撃しようとして食らっちゃう時とかがあるわけですよね。インパクトがかなり美味しいんで、ぜひやってみてください。サイバラユーザー、もう1回インパクトしていいですか、小学生だからねダメだ、今回のコンセプトからずれてます。1回ゲダ、あれですよね、なるほどなるほど。ただオーディンする必要があったのか否か、避けられていたらドライブゲージもなくなっていますからね。ただ今自分は精神的ダメージを負いましたよ、それは正解。やっぱ安直な飛びが多くなってきますね。ちょっとドライブゲージ吐きすぎました。立ち強キックでジャンプをよくしようと思ったんですけどね。さっきと同じことやっていいですか、ガー聞きませんでした、さすが本家、ウィーレッパが正解でしたね。つうことは、ま、残り体力的に考えてもゲダンゲダンダブラリ、ゲダンゲダンダブラリぐらいやってもよかったかもしれませんね。なるほど、やっぱり本家にはかなわないんですね。となると今相手の方がやってたことを学んでいかなくちゃいけませんよね。まあでもこれですよね、わかります、これジャンプジャックキックなんですけども、めくり性能もありまして、しかもですよ、ジャンプ攻撃ってやっぱり強でやった方が当たった時のリターンも大きいし、まあ、もしガードさせた時も有利フレームが弱中に比べて長いんですよ。でもこれがデメリットになる時もあるわけですよね。で弱攻撃はのけぞりが短いからこの後の中攻撃とかこの後の強攻撃とか当たんないんですけども、ピッてやってパッと投げれるんですよ。そのスピード感がメリットになることがあるわけです。でこれがねスト2の頃とかですよね、やっぱ定番的な攻めだったんで、ちょっとやってみましょうか。どこからでも来い、どっからでも来られたら困る、特に飛び道具はやめてくれ、やばい間違えた、これしたかったです、投げなきゃよくないな、いやめちゃくちゃ投げ抜け入れちゃう、昇竜拳、垂直ジャンプ違うか、ドンバンゴンゲンドンガンションハイホイミスルー、食べ過ぎた、
こう今対空できなくちゃダメなんですよね。今あの体力をどう減らすかに頭が全部いってしまったからもう対空どころじゃなかったですよね。丁寧に丁寧に、ちょっといつも通りの負け残儀になってきたんですね。これはまあシャンシ読み合いに負けましたね。ああ無理、ラッキー、いっちゃうか。ダメージは高いが、この後どうするかですね。勝利かと思ったな。うん、終わるかな、終わるか、見せてくれ。あーこれはどうかな、結構休めなんでもしかしたらワンチャンいけるか。終わった。これは今ブッパではないですね、波動を見てから打ちました。打つんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。なので真空波動入れといてよかったですね。いいよ、ジリジリしてますよ。パリそういえば言い忘れてましたけど苦手です。ちなみに自分はシャーシ、前入れ強パンチがガード硬直長すぎてちょっと慣れませんね。いいよっ、あー終わった、生きてる。ガードなんだー、これはいけない。あーバーンアウトしてるってなって躊躇しちゃいましたね。前入れ強パンチってキャンセルかかるんでそのままダブラリでいいわけですよ。いやこれやっぱり負ける理由わかりますね。こうこうこれで良かったわけですよ。まあそれでリーサルだったかちょっとわかんないんですけども、やっぱりこのストシックの少し難しい部分ですよね。バーンアウトしてるときとしてないときでコンボのレシピが違うっていう。で自分はバーンアウトしてないときのレシピはまあぬるめではありますけれども全キャラ一応あるんですけれども、バーンアウトしてるとき結構厳しいですね。まあよくそれで負けてますよね。さあかなり厳しいですよダルシム戦は。でもここしっかり勝っていきたいですよね。結構いい感じ、緊迫とはしたし、丁寧に体力は5分ぐらいですからね。ちなみに通常、ああこれミスっちゃった、通常技をファンアウト中にガードするのは全然悪いことじゃないですからね。ドライブゲージ回復します。で、ダマに取られました。これは見てからです。ドライブラッシュで様子見をしたっていう感じですね。時間停止もありますんでね。おお、さっきも食らいましたこれ。まあ終わらせときましょう。あんまり良くない勝ち方ですけどね。ただその
こっちはインパクトちょっと打ちますよっていうのを相手の方に少し警戒してもらわないと近づけませんよね。今これ相手の方警戒してくれてますね。インパクト返ししっかり遠かったですしね。悪くないな。これどうだったかな。ワープワープワープしろ。ワープじゃないんだ、読み負けた。やべ、ごめん。いや今よっしゃ2回転だと思ったら1ゲージだったんで、やべーと思って前の強パンチになっちゃって、フォローの投げで。ちょ、もう1回やりましょう。もう1回、いやこれね、ダルシム戦やりたいですね。連戦すればそれほど勝てなくなると思うんですが、勝ちたいシリーズじゃないですからね。厳しいですよ、厳しいが、それはダルシムも一緒。触れれば何か起きるかもしれません。まあまあ、いやこれね意外と楽しいんですよ。ガイル戦とかの方がやばいからな。相手の方おそらくパッドですよね。動きがちょっとギクシャクしてる時があるんですけど、開け込んでああいうギクシャクってないんですよ。ダルシムパッド結構いいかもしれませんね。ワンボタンをポンポン押していく感じのキャラですから。うまい。なるほど、これ何回も食らっちゃってますね。とりあえずバーンアウト解消しなくちゃいけませんね。そうそう、この強パンチとかをガンガンガードしに行ってドライブゲージ回復したい。ただ気をつけないといきなりワープしていきますからね。そうそう、ほらこれ、やばい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 、今終わってましたね。足当たんないの無理。ドライブラッシュミスったし。これねかなり減りますよ。時間も止まってくれてますし、リーサルじゃないにしても置き攻めしたいですね。よかったよかった。相手の方ジャストパリしてましたよね。結構ねジャストパリ多くて、ここまでスカシだけ当たるんじゃないかなと思いましたね。ゲージがなくなってしまったのは変わりませんからね。うまい、シミですね。ワンコンボ体力半分、ここから勝つのはかなり至難で、やっぱりなんか適当なインパクトとかを当てていくしかないかなっていうふうには思っちゃいますよね。それ以外のタコちょっとね知らないので。おバーンアウト連携からの、かなりきつい。完敗ですね。ちょっと動画時間長いんですけど、もう一戦やってくんないかな。今全く光明が見えないんですよね。どうやったら勝てるかっていうのが全然わからないんで、
ですね。あ、そう、これ何回も食らっちゃってますね。中盤かな、こういうのをちょっと入れていきましょう。あー、ミスった。中盤が出なかった。いたた、しゃあなし。おしゃれなコンボ。よかったー、チェーンコンボ。さっきも見せましたよね、弱弱弱中。あの中足までガードされたらもう離れちゃうんで終わりです。悪くない。返した、うん、手抜けになっけ。あー遠い。なんだ今のは。確定ですね。丁寧に丁寧に。ちょっと今狙ってることがありまして。あ、ダメだ。めっちゃ攻めちゃってる。そう、これがいけないんだ。マジかー。なるほど。4フレアバレですね。これが狙ってることです。ラッシュ中盤、新しい。ある、なるほど、あるかな。レベル2狙っていきましょう。バウトしてるね。あー、まあ出てても多分届かなかったでしょうね。いや、動画時間めちゃくちゃ長くなりましたし、ただあんまり使えてないザンギフをダラダラ見せられて、皆様からしたら苦行だったかもしれませんけれども、ちょっと面白かったな。なんかランダムで引いた時のザンギフって、うわ久しぶりにザンギフだ、ようわからんって感じなんですけど、やっぱなんか腰据えてやろうってなるとなんか楽しさありますね。ただやっぱりダルシムにああいう感じやられてしまうと、どうしていいかわかんなくなってしまうっていう。あ、だからその今回動画でザンギやろうっていう発想は正解だってことですかね。どうすればよかったんでしょうかね。まあいい加減インパクト良かったと思うんですよね。でもうちょっとなんか勝負どころでやりたかった、そこまで取っといたんですけども、相手の方こうやってこかした後のドライブラッシュに対してインパクトを必ず打ってたんですよね。それは自分が毎回食らってたからなんですけども、あそこに対してこういうまた投げの選択肢っていうのを、まあ、一度だけ最後のラウンドでやりましたけども、ちょっともっと効果的にやりたかったですね。ミスりました。というわけでね、ちょっとザンギフ次回もちょっとやらせていただいて、まあ、ちょっと長くなるかもしれませんけども、お付き合いいただければ幸いです。ザ・レスラー、ザンギフです。ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。失礼いたします。